ぱい握ってきたよ。どうかな、上手に炊けるかな。今日は過去最大級のお米の量になる、4合炊くんで、お水の量が 600g 強ですね。 600g でも、まあ、十分。生米の状態で、4合だから 600g ぐらいになるのかな。なんで同じ大体お水加減でいいので、まあ、600から700ぐらいお水ちょっと用意してもらって。何せこんなにでかいんでね、普段オブジェとして使ってるから、ね、これで炊くとなかなかない。まあ、ちょっと20分ぐらいゆっくりこの厚手の土鍋を温めるような感覚で炊いていこうかと思います。必ずしもガンガンに強火で炊けばいいってわけじゃないんで、余熱の時間でしっかり火が通れば十分いけると思うんで。ただこの土鍋自体は物を入れて、例えば水分を入れてほっとくと染み出てくるタイプなんで、非常に、ね、扱いづらいタイプなんで、やっぱ作品系なんで、ね、それから死ぬほど重いっていうね、ね、作家さんががっつり作ってるんで。すんげえ量のお米だ。ちょっとだけ中身をこんな感じかなっていう感じが分かれば、ほっ、どうかな、分かったかな、いいっすかね。まあ、中見えてくれるといいんですけどね。じゃあまあ蓋をして、蓋が重いんですよね、またね。重量感あります。だから多分火の加減とかすごい見やすいからいいかなと思うんですけど、まあ今日強火15分でちょっと炊いてみようかな。これはマシコのチモイの青木さんっていう作家さんが作ってる土鍋になります。いや、ちょっと引いた方がいいかな。なんかな、ちょっと引きすぎか、なんかな、そうですね、もう本当に URL 取れるかな。ちょっと待ってくださいね。はいはい、ちょっと待ってくださいね。こっちもちょっと土鍋くんのご機嫌を伺っておきます。ちょうど8分、これ取ったのかな、ちょっとな、これ取らない、このタイミングでちょっとひっくり返しとくか。めっちゃ熱いんで、一回ここで火を弱めて、やけどしないように。こうすると均一にまた火が入っていくんで。
なるほどです。で、また火を強めていただいて、土鍋自体を、土鍋を温めるような感覚ですね。なんかもう中のご飯を炊くっていうよりは、土鍋自体をゆっくり熱を入れて温めていって、結局それで、まあ、沸騰、余熱の状態の時にもう炊き上がるから、まあ、タオルかけて同じ時間蒸らすんですけど。だから皆さん、あの、結構こうバタバタしちゃって沸騰しないからとかあれだとかって言うんですけど、逆に余熱の時間で炊き上げていくんで、十分これがこの土鍋が温まっちゃえばもう勝ちなんで。なるほど、ええ、素晴らしい。ただちょっとまだ沸騰しないからもうちょいかかりますのでね。そうですね、うん、なんで気長に待ちます。あんまり露骨にやると、あの、Google さんに嫌われちゃうんで。ですよね。うん、ね、もう湯気出てますもんね。ここ。あ、見えてます、見えてます。ね、もうこれで多分炊けてるっていうか、もう中沸騰してる状態で、あともう土鍋がもうしっかり熱いんで、あとはもうこの余熱だけで20分ぐらい蒸らせば綺麗に仕上がると思う。本当に土鍋一回買ってみようかなって。でもこれ1個5、6万するんであんま合わないと思いますよ。いやいや、小さいぐらい。水、うん、そうです、ちっちゃいやつがいい、ちっちゃいやつ、うん、3合炊きぐらいので。そうですね、ご飯専用の3合用のやつを買ってやったらいいですよ。全然動かないんですけど。まだ早いのかな。なんか出てます。あ、じゃあ先ほどの設定の、はい、設定に戻りますか。はい、ビデオを、ビデオ来た。フォーマット、はい、よいしょっと、ごめんなさい、一回火を止めて、はい、タオルかけちゃいます。はい、蒸らさない。そうなんです、ここから蒸らしてもうほぼ仕上がりなんで。これでだいたい炊いた時間と同じ時間18分蒸らします。よいしょ。で、こうあれに戻して、それは下側の、ああごめんなさい、じゃあどっちだ、何でしたっけ、設定じゃなくてビデオ、フォーマットのところに、ビデオ撮影というのが、はい、ございますね。ちょっとそれを押してみてください。サファリで開いてると、あ、でもこれのカメラでは同期化されてるから、はい、なんかないかな。あ、食べちゃった。ちょっと待ってくださいね。どんなもんかな。
いい音。こんな感じですよ、皆さん。今、先生も行きますね。ほっ。うわ、熱っ。こんな感じです。うわー、すごい。綺麗ですね。はい。これちょっとサムネ用に一回写真撮っちゃいますね。はい。よいしょ。よいしょ、ありがとう。サムネに行くねー。肌が。よし、行ってみよう。十分炊けてますよ。今日は宮城県の伊達の正夢っていう宮城県のまたお米を炊いてみました。いいですね。そしてこんな感じかな。粒きれい。はい、先生にも。はい、ありがとうございます。いいですね。はい、じゃあちょっと牛タン開けてみますね。はい。うわ、またこれ作りがいい感じですよ。凝ってますね。めっちゃ凝ってます。手が凝ってます。この説明とかあるんですね。うわ、すごいうまそう。よし、よっ。せっかくだからマイクもつけて。入ってるかな。さあ、うわ、いい匂いです。いや、いい匂いです。じゃあちょっと牛タンです。そうですね、もう大タン好きな人はたまらないですね、きっと。ですもんね。羨ましい。そんな高くなかったですけどね。いくらかも忘れちゃいましたけど。よっ。はい。ああ、結構なんかトロッとしてる。いや、まあ9割牛タン。ちょっと行ってみますね。伊達の正夢自体を食べるの忘れちゃいましたけど、いただきます。めっちゃホロホロです。ホロホロですよ。ものすごいホロホロです。なるほど。うん、美味しいですね、やっぱり。美味しいですか。美味しいです。牛タンっていうと結構筋を連想してしまいますが、そんなことなくて、すごい柔らかいですね。で、柔らかいですか。柔らかいです。あの、佃煮って言ったら変ですけど、あの牛肉のしぐれ煮の佃煮みたいな、ああいう柔らかさですね。はい。
なるほど。ああ、いいですね。ね、思った以上に辛くないです。ああ、なるほど。うん、あのラー油感はあるんですけど、あのピリッという感じの、うん、上品ですね。辛さが。牛肉でしょう。牛タンの佃煮しぐれ煮系のラー油風味って言ったらいいですかね。なるほど。でもラー油のあのピリッとした辛さよりはもっと上品な感じですね。もっとなんか佃煮の中に追いがけでラー油を入れたような感じですね。なるほど。これ辛いの苦手な人も全然いけると思います。今日のお米は これですね。宮城県の伊達の正夢。はい。伊達の正夢です。そうですね。そうですね。もうこのとこずっと宮城県のお米ばっかり食べてますからね。ねえ、たまたまちょっと今度宮城県の一目惚れが30周年記念になるんですって。でそれをなんかあのこう広告する方々がコンペがあるんでちょっと情報が欲しいからって言うんで、じゃあいろんなお米、宮城のお米あるから一目惚れ以外のお米も知っといた方がいいですよって言うんで、サンプルで笹しぐれ、笹錦式、一目惚れを 2.5 ミリ粒を揃えたもの、それからこの伊達の正夢と5種類ちょっと揃えさせていただいて、今ちょっと食べ比べていただいたんですけどね。なるほど。今日食べてるあの伊達の正夢っていうのが結構もちっとしてる、はい、割とあの、うん、一目なんかより甘みとそれから粘りを意識して作ってるようなお米ですね。なんで結構もちもちっとした感じが、はい、売りのお米ですね。美味しそう。うんですね。やっぱなんかラー油っていう味ではなんかね、なんかもうちょっとラー油感あるかなと思ったんですよ。なんか意外とさらっと食べられますね。あ、なるほど。もうちょっとラー油辛みを足したいぐらいな。なるほど。イメージですね。そこは牛肉9割。牛タン9割ということで。はい。この色見てるとだいぶ色がついてますね。いや、でも全然サラサラですよ。あの、全然あの辛さないですよ。口の、うん、あの中があの痛いとか熱いとかっていう感じはあんまりないです。うん、なんか飲めるぐらい優しい辛さ。へえ。あ、でも僕そういうのが好きかもしれません。もう本当脳刺激ですね。ああ、なるほど。まあでも若干ライなんでオイリーはオイリーですけどね。はい。タンがしぐれ煮だったらどんな風になるのか。なるほど。うん、美味しいですねこれね。美味しいですか。美味しいですね。タンは噛めば噛むほど味がしますもんね。うん、もう噛んでも柔らかいんだよ。スッて口の中でほどけていく感じですね。ほどけますね。なんか普通タンって言ったらもっとガシガシしてる感じですけど、やっぱり柔らかく煮えてるだけあって。はい。じゃあお子さんでやっぱでも食べられそう。うん。お子様でも全然大丈夫。全然大丈夫です。素晴らしい。
そうさまでした。ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録、それから高評価などお願いいたします。相変わらず滑舌が悪すぎて聞き取りづらくて大変申し訳ございません。その点いろいろありますが、まあよかったらコメントなんかも残していただいたら嬉しいです。最後は残ったあの白いご飯にですね、海苔とですね、それから、機械島のお塩をちょっと混ぜておにぎりを作ってるところですね。そんなことで、また次回も見ていただけたら嬉しいと思います。今回は、マシコのチムイさんの、巨大な、土鍋ですね、でお米を4合炊かせていただきました。それではまた。